西笠松駅は、岐阜県羽島郡笠松町天皇町にある、名古屋鉄道竹花線の駅。駅番号は、TH01。4両編成と2両編成の列車が停車する。単線なので、ここで、上下列車の交換が行われる。かつては、駅員配置駅であったが、現在は、駅員無配置駅となっている。笠松付近の駅名変線相対式ホーム2面2線を、 持つ、地上駅。マニカ対応の駅集中管理システム導入駅。上下線とも、ホーム笠松寄りに出入り口がある。ホームの有効長は、当初2両だったが、1967年度かき、建設改良工事で4両化された。鉄道院監督局、鉄道免許、名古屋鉄道1、明治45年大正5年。 14、京弁線旅客運輸開始の件、京弁鉄道停車場名解消、官報1916年2月4日、鉄道院監督局、鉄道免許、名古屋鉄道1、明治45年大正5年、52、笠松停車場新駅使用開始届、鉄道院監督局、鉄道省監督局、鉄道,鉄道免許、名古屋鉄道2、対象6から10年、 26、笠松線道及び、工事方法変更の件、鉄道院監督局、鉄道省監督局、鉄道免許、名古屋鉄道に、対象6から10年、42、仮停車場設置の件認可、鉄道院監督局、鉄道省監督局、鉄道免許、竹花鉄道に、対象10年昭和4年、8、仮停車場設置の件、鉄道院監督局、 鉄道省監督局、鉄道免許、竹花鉄道に、対象10年昭和4年。旧笠松、竹花館運輸営業開始の件、鉄道院監督局、鉄道省監督局、鉄道免許、名古屋鉄道に、対象6から10年、46、仮設停車場使用期限延期の件、鉄道院監督局、鉄道省監督局、鉄道免許、 竹花鉄道に、対象10年昭和4年、13、仮設停車場使用期限延期の件、鉄道院監督局、鉄道省監督局、鉄道免許、竹花鉄道に、対象10年昭和4年、14、共同使用停車場竣工の件、鉄道院監督局、鉄道省監督局、鉄道免許、竹花鉄道に、対象10年昭和4年、 21、仮設新笠松停車場廃止の件、渡り正彦、岐阜駅から見た、名鉄の印象、鉄道ピクトリアル第816巻、電気車研究会、2009年3月、168ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、340ページ。寺田雄一。 海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング2013年257ページ ISBN 978から47億7701万3364トランパス15駅に導入名鉄14日から交通新聞 P1 名古屋鉄道42年下期建設改良工事の概要例名第227号 名古屋鉄道、1967年10月、10ページ。AB、西笠松路線一覧。名古屋鉄道。2021年10月3日閲覧。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通貫第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、干末折り込み。名古屋鉄道配線略図名鉄120年史 編参委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。統計メニュー笠松町、移動等円滑化取り組み計画書。 報告書名古屋鉄道名鉄名古屋本線名鉄竹花線利用状況笠松町統計書令和2年版2021年5月31日閲覧笠松口駅に関するカテゴリー笠,笠,笠松駅に関するカテゴリ笠松駅に関するカテゴリ笠松駅に関するカテゴリ新笠松駅に関するカテゴリありがとうございます